はあ、姉さんは可愛いな。ヨルさんは綺麗だ。ん？ロイド・フォージャー。お、弟くん。はあ、姉さんは本当に美しい。まるで伝説のマーメイドみたいだ。確かにヨルさんは美しいな。マーメイドっていう感じがする。そうだろう。姉さんは俺のマーメイドだ。いや、ヨルさんは俺のマーメイドだ。俺のだ。俺のだ。俺のだ。こうなったら、ヨルマーメイドの塗り絵対決で勝負だ。おー、マーメイド姿のヨルさん、美しい。この姉さんを上手に塗れた方が勝ちということにしよう、ロイド・フォーチャー。よし、わかった。みんなはこの動画を最後まで見て、俺、ユーリと、俺、ロイドの、どちらのマーメイドヨルさんの塗り絵の方が上手か審査員をしてくれ。上手だと思った方の名前をコメント欄に書いてね。ロイド、もしくはユーリとコメント欄に書いてほしい。塗り絵対決、見る準備ができたという人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。お、みんな見る準備できたみたいだな。よーし、まずは、俺から、人魚姫のヨルさんの塗り絵を塗っていくぞ。まず俺から、マーメイドヨルさんを塗っていこう。ヨルさんの髪の毛の色はいつも黒。だけど、マーメイドだから、ちょっと、プリンセスっぽく。俺と同じ髪の色にしてみよう。うん。この髪の色も似合うな、ヨルさん。あ、ここは、ヘアバンドか。ヘアバンドの色は、こんな色はどうかな。わあ、美しい。目の色もこの色にして、この上は赤にしてみよう。うん。いつもと違うヨルさんもなんだかマーメイドっぽくて素敵だな。瞳も塗って。よし、オッケー。お顔の色も。ぬりぬり。手も塗って、あとは水着の色か。やっぱりブルーが似合うんじゃないかな。この貝殻の水着は、うん。ブルーと白でいいかな。こっちは、薄めのこのブルーにしよう。ヒレの部分は、ピンクなんてどうだろう。うん、かわいいぞ。尻尾もピンクにして、マーメイドヨルさんの出来上がりだ。どうだ、弟くん。俺の塗り絵は。くっ、ロイド・フォージャーにしてはやるな。でも、俺も負けてられない。姉さんを思う気持ちは俺の方が強い。次は、俺が姉さんを塗り絵するぞ。よーし、俺も姉さんの美しさを最大限表現していくぞ。姉さんの黒髪は、そのまま残した方が絶対に美しいと思う。姉さんの髪の毛の色は本当に美しい。弟として誇りに思うぞ。ちゃんと塗れない部分はペンで綺麗に塗っていく。塗り塗り。この部分もぬりぬりと。うん、よく、あ、塗り忘れ発見。
るし、濡れた濡れた。あとは、姉さんは、そうだな、いつもいろんな色のヘアバンドをしてるな。この色もあるかな？うん、すごくよく似合ってる。それから、顔の色。感じかな。耳の色も塗って、体の色も、ああ、体の色がうまく塗れない。うん、こんな感じか。よし、うまく塗れないところはペンで塗ってと。うん、あとは目の色か。姉さんの目の色は赤い、とっても綺麗な色なんだ。まずはこの部分を赤で塗って、それから上の部分は黒で塗る。そして瞳の部分も黒。こっちも同じように塗っていくぞ。瞳にもうちょっと光を入れよう。うん、とっても綺麗。そして姉さんのマーメイド姿。うん、何色にしよう。迷っちゃうな。でも姉さんピンクとか似合いそうだな。塗れない部分はペンで塗って、うん、とっても綺麗。ピンクのグラデーションにしようか。こっちの部分は濃いめのピンクをこんな風に塗って、ペンで塗ってと。よし、うん、すごく綺麗だ。ヒレの部分もちょっと濃いめのピンクで塗っていくか。なんかロイド・フォージャーの時と違ってうまく塗れないな。なぜだ。まあいい、姉さんを丁寧に塗っていくのも俺の役割だし、塗り絵としての楽しみだ。姉さんを丁寧に綺麗に塗っていくぞ。うん、なんて美しいんだ。あとはこの尻尾の部分もピンクと薄いピンク2色で塗っていくぞ。おしゃれだな。あー、こういうところ気になるよね。うん、とっても綺麗。そしてこの部分は薄いピンク。よし、マーメイド姉さんの出来上がりだ。どうだロイド・フォージャー、マーメイド姉さんの塗り絵上手だろう。さすが弟くん。動画を見てるみんなは俺と弟くんどちらの方が上手と思ったかな。コメント欄に名前を書いて教えてね。俺の塗ったマーメイドヨルさんの方が上手と思ったらコメント欄にロイドって書いて教えてね。ちょっといつもと違う雰囲気のマーメイドっぽいヨルさんにしてみたよ。どうかな？上手に塗れたかな？マーメイドヨルさん、美しいな。
コメント欄にロイドって書いてくれると嬉しいな。俺の塗ったマーメイド姉さんが上手と思ったらコメント欄にユーリって書いてほしい。あー、姉さんなんて美しいんだ。いつものその優しい表情、マーメイド姿似合ってるな。綺麗。惚れ惚れしてしまう。みんなコメント欄にユーリって書いてくれると嬉しいぞ。弟でもいいぞ。よろしくな。みんなのコメントお待ちしてるよ。それじゃあまた別の動画で会おう。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。